手はこう出したら動く、出したら動くっていうのをこう続けて、あと危ないパスになった横山、これが決まってしまいました。金園の2得点目。ヴァンフォーレ甲府、この前半2点目を奪いました。今のは吉原さん、はい、3バック真ん中横山のミスというところになりましたね。そうですね、その、まあ、先ほど兵頭選手がこう後ろを見ずに取られたシーンなんかもそうですし、まあ、一人一人がこう声かけ合ってるのかなというぐらいの、もう少し、まあ、キックミスですけども、まあ、ただ金園がよくそこを狙っていましたね。そうですね、こういうところね、狙ってるんですよね。